皆さん、こんにちは。今日は、DJI から発表された Mavic Mini という機体についてです。その中でも、今回は、法律、モラル面についての動画です。Twitter や一部の YouTuber の間で、航空法適用外などの話が出回っていますが、航空法の一部の法律が適用外になるだけです。他の様々な法律は生きています。では、DJI の正規ストアから話を聞いてきたので、まとめていきたいと思います。航空法では、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計 200g 以上の機体が対象となります。200g 未満の機体は、トイドローンという模型航空機になるので、航空法の対象にはなりません。しかし、2点対象となるところがあります。空港等の周辺の上空の空域と一部の空港では、飛行機の離発着するための空域、敷地上空が飛行禁止です。国土地理院の資料からですが、空港周辺の円が周辺空域です。関西国際空港と大阪湾は、無許可での飛行は、禁止と思っても大丈夫でしょう。緑の円すべてが飛行禁止ではなく、どの高さまで飛ばしてよいのかは、空港に聞いて許可をもらいましょう。二つ目は、150メートル以上の高さの空域です。この150メートルというのは、地表、水面からのものです。例えば、400メートルの山からだと、549メートルまで飛ばせます。ただし、景色を撮りたいからと、その、高度でドローンを移動することはできません。あくまでも地表面からなので、移動することで、地表からの高度が150メートル以上になってしまいます。対象は、操縦者ではなくドローン本体であるということを覚えておく必要があります。誰も見ていないと思っていても、万が一墜落して、ドローンのログを確認されると、すべてわかります。次に、警察庁から出ている小型無人機等飛行禁止法というものです。これは、200g 以上や未満関係なくすべてが対象となります。国会議事堂、議員会館、衆参両院議長公邸など、総理官邸、総理及び官房長官公邸、政令で定める危機管理行政機関など、最高裁判所、皇居及び東宮御所、総務大臣指定の政党事務所など、自衛隊、米軍基地、各国大使館、外国要人の滞在宿泊先など、原子力事業所、オリンピックに使用される競技場などの、おおむね、300メートルの地域が対象です。また、その都度、サミットや要人訪日などの国のイベントごとで追加されます。次に道路交通法です。高速道路、国道、都道府県道、市町村道などは管理者がいますので、許可がないと離発着陸はできません。また、公安委員会が、その土地の道路、または交通の状況によって、道路における交通の危険を生じさせ、または、著しく、交通の妨害となる恐れがあると認めた行為に関して禁止とされており、道路上空の飛行も道路交通法に抵触する可能性があります。事前に所轄警察署に確認した方がいいです。次に条例ですが、公園条例というものがあり、多くの公園でドローンは禁止されています。次に廃棄物処理法です。高性能な機体でも、たまに電波ロスとしてしまうことがあります。山の中で、どこかの木に引っかかり、そのまま放っておいてはいけません。機体ロストとはいえゴミを捨てたと同じ扱いです。新幹線に墜落したら一生が終わりますね。さらに、ドローンには高性能なリポバッテリーが入っており、場合によっては発火します。火事を引き起こす可能性すらあるので、ロストしたら見つけましょう。次に電波法です。国内の正規代理店で購入していれば問題はないですが、当通販サイトや個人輸入で購入したドローンには、議席がない場合があります。また、日本と海外では、電波の周波数が違っていて、海外仕様のものを使うと電波法で捕まります。次に文化財保護法です。個人や事業者問わず、重要文化財周辺でドローンを飛ばす場合には、まずは、その施設の管理団体に確認する必要があります。伊勢神宮であれば、神宮寺長の特別な許可を得た場合を除き、神域の尊厳護持、参拝者への安全の観点から、小型無人飛行機等、ドローン等の持ち込み、操縦、飛行等の行為を固くお断りします。とあります。万が一、重要文化財をドローンで傷つけてしまった場合には、文化財保護法違反になります。次に傷害罪、暴行罪です。する人はいないでしょうが、故意に人にぶつけるのは最悪です。ここまでは刑事罰則があります。次はモラル面です。Mavic Mini もですが、多くの 200g 未満のドローンにはカメラがついています。たとえ、自分の土地から飛ばしたとしても、人やプライバシーに関わるものが映っていて、その映った人から訴えられることがあれば、場合によっては、損害賠償の可能性もあります。ひどい場合には、迷惑防止条例違反にもなります。他人の土地で飛ばす際には、必ず、その人から許可をもらいましょう。トラブルを避けるのもありますが、場合によっては、不法侵入になります。空撮で撮れた映像は、非日常感があり、飛ばすのも楽しいです。たかたかおもちゃでしょ？
という甘い考えで、楽しいはずのドローンが、自分の人生を大きく狂わせてしまうことにもなりかねません。200g 以上未満関係なく、法律やモラルを守って、良いドローンライフを送りましょう。次回は、今までの DJI のドローンとは違った、マビックミニならではの注意点です。では、今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。よければ、フォロー、チャンネル登録もお願いします。